今日のバレーボールネーションズリーグ、日本は中国相手に3対0のストレート勝ちを収めました。迫田さん、やりました。やりました。すごい集中力でしたね。いや、中国チームがメンバーを変えてきて、はい、まあ、データがない中、どういう試合になるのかなと思ってましたが、はい、うん、入りから良かったですね。非常に相手っていうよりかは、自分たちが何をするんだ、何がしたいんだっていうのをスタートから見せてくれましたね。うん、そういった意味ではまずサーブが走りました。走りました。そうですね、そのおかげで先行していいブロックも出ましたからね。いい流れでした。序盤にそうして日本がリズムを作って、うん、古賀選手が予選ラウンド最終戦で課題に挙げていたオフェンスの工夫、はい、そうですね、ブロックに捕まってもシャットされてもすごく今日落ち着いてたなっていう印象で、うん、1回で決めるわけでもなくってミスを減らしてリバウンドを何回も何回も取って自分たちのいい状況にして最後決めるっていう展開が作ってたなって思いましたね。そうですね、うん、ですからそれがチームとして全体で共有されていたでしょうし、はい、その中で苦しい体勢で決めてくれたのがキャプテンの古賀選手。古賀選手すごかったですね、はい、勝負どころで決める決めたいっていうのは絶対持ってるんですけど、それを決めきるっていうのが難しいんですけど、はい、うん、やっぱりそれだけここに来るまでずっと意識して過ごしてきたんだなっていうのを感じましたね。そうですね、うん、まさに背中でチームを引っ張るという雰囲気が見られましたが、はい、うん、そんな中で眞鍋ジャパンとしてはネーションズリーグ、はい、これで初めてのベスト4の壁を破って進出。いよいよメダルをかけた戦い。そうですね、次はブラジルとタイの勝者ですけれど、はい、ブラジルが来たとすると、うんうん、そうですね、やっぱブラジル予選でも戦っていますし、はい、でなんて言ったってガビ選手の存在ですよね。ですね、はい、チームがちょっとこうなってもガビ選手がこう引っ張ってくれるっていうか、でミスも少ないですし、20点目以降の戦いもまた強いっていうところで、日本がさらに上のレベルの高い戦い方をすることが大事になりますね、うん、しかも東京オリンピックでも予選、うん、はい、同じ組という。パリ、失礼しました。すいません、すいません、練習していただいて。しかもパリ、ブラジルと同じ組なんですよね。そうなんですよ、だからこそ絶対いいイメージを持っときたいので、はい、いい戦い、いい結果につなげていきたいですね、うん、そうですね、ですから振り返ってみると、はい、眞鍋監督が再就任して2022年の世界バレーも準々決勝ブラジル で、はい、でパリオリンピック予選もフルセットで負けてっていう悔しさ、選手スタッフともにあるでしょうから、はい、なんとかそれ払拭して。そうですね、ここはもういい、なんだろう、チャンスというか、うん、きっかけをもらったなっていう感じですよね。そんな中での準決勝のキーマン、注目選手誰でしょうか。いや、もう本当にこれは一人が良くても絶対に勝てないと思うんですけど、みんな良くないといけないんですけど、やっぱりもうここは古賀選手。古賀選手、はい、はい、もう今日も素晴らしい集中力と活躍だったので、この次の試合も古賀選手、うん、やっぱり注目していきたいです。そうですね、おそらくキャプテンの古賀選手も人一倍強い思いを持って準決勝来るでしょうからね、うん、はい、ガビ選手もブラジルをこう引っ張ってると思うんですけど、古賀選手も日本を引っ張ってますからね、はい、背中で見せてくれると思うので、うん、他の選手も必死に、古賀選手が目立つわけでもなく、みんながカラーを、それぞれのカラーを出して戦っていくと思うので、うん、特に、まあ、古賀選手注目していきたいです、はい、両チーム日本対ブラジルとなれば両エースに注目ということですね。ぜひ日本からも声援を送りましょう。はい、はい、頑張ってください。頑張れ。